眠いです。キウイ。行ってきます。よいしょ。衝撃の事実を教えます。ニコプチ TV。おはようございます。双葉です。今日は私のルーティーンを紹介します。今はすごい、ね、眠いです。それでは早速やっていきます。 Go！ 歯磨きをしていきます。歯磨き粉はこの2つを使っています。ノニオとオーラー2です。オーラー2は週に1回だけなのでノニオを使っていきます。このノニオの歯ブラシ、歯ブラシじゃない、歯磨きはなんか味が美味しいです。はい、歯磨きが終わったら次に洗顔をします。洗顔は水洗顔で済ませています。この方法はあきちゃんに教えてもらいました。歯磨きと洗顔終了です。次に保湿をしていきます。朝は朝用マスクっていうのを使っていきます。これを使う、あ、そうだ、このクロミちゃんのピンで前髪を留めます。で、このマスクしていきます。これをすると目が覚める感じ、すっきりして、もうマスクをしている間に体温を測ったりマッサージをしたり天気予報とかを見たりしてマスクの時間を潰してるっていうのかな。今日はちょっとマッサージをしていきます。このマスクの時間は1分間なのでそろそろかな。このマスクを折りたたんで軽く拭き取っていきます。次にビオレ U の潤いミルクを使っていきます。これは赤ちゃんの頃から使っているやつなので安心感がある感じです。これもつけながらマッサージをする感じです。デコルテっていうところをこうマッサージして顔のむくみをこう取っていきます。で、耳をこう引っ張ってあげると血行が良くなるっていうのがおすすめです。スキンケアは終了です。朝ごはんの時間です。今日はシリアルとフルーツです。ではいただきます。いちご、いちごはたまに酸っぱいけどこれは甘かったです。次はキウイ、酸っぱい。いつも朝はシリアルとかパンとかのが多いです。時間がなくても毎朝しっかり食べています。完食です。美味しかったです。ごちそうさまでした。ヘアセットをしていきます。まずは櫛で髪の毛をとかしていきます。その間にアイロンの電気を入れて温めておきます。学校の校則が髪の毛が肩までついたら結ぶっていう校則なのでポニーテールにして毎日行っています。毛がね出ちゃうんですよ。よいしょ。前髪のセットをします。軽く巻くぐらいで、あとは手でこうちょっと広げて、はい、髪の毛をやったのであとは持ち物を確認して行ってきます。ただいま。私は帰ってきたら先にお風呂に入っちゃいます。それじゃあまたね。お風呂から出てきました。
今から夜のスキンケアをしていきます。朝とはちょっと違うクロミちゃんのピンを使っていきます。よし、夜はこのオードムーゲっていう化粧水を使っています。私も最近ニキビが気になるようになってきたので、これを使ってみています。よいしょ。次はこの朝も使ったビオレユウルオイミルクを使っていきます。これは欠かせないですね、朝も夜も。なじませたら夜のスキンケア終了です。ご飯までの時間に勉強をしていきます。今日はプリントを2枚やっていきます。それではやっていきます。夜ご飯の時間です。イエーイ今日のメニューはひき肉とナスのデミグラスソース丼と、きゅうりとトマトのサラダ、たけのこの煮物をいただきます。ではいただきます。まずデミグラス丼からいただきます。あ、美味しいです今日は私がご飯を炊きました。いつも少しだけど姉妹で分担してお手伝いをしています。トマト食べます。トマトはやっぱり美味しいですたけのこは正直あんまり好きではないんですけど、今は旬なんで、ね、でも苦くないかったら食べれます完食です。ごちそうさまでした。食後のティータイムの時間です。今ハマっている紅茶はルピシアっていうところのピエロという種類です。いただきます。熱いけどフルーティーでリラックスできます。おやつはいつもこの時間帯に食べてます。今日はステラおばさんのクッキーを食べます。いつもだいたい夜はニコプチや漫画を読んだり絵を描いたりテレビを見ながら過ごしています。今日は絵を描いていこうと思います。どうしようかな、クマとウサギを描いていこうと思います。結構早い、うまいシーンはあるんですけども、ゆるい感じで描いていきます。出来上がりました。じゃん、この何とも言えないシュールな表情なクマとウサギです。これは飛んできたクマとよーって言ってるウサギを描きました。これは蜂蜜です。いい感じに描けた気がしますいつもしっかり描くときは描いていますこのふわんってした感じの夢かわいい女の子とかを描きます。そう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 です。今日は皆さんに紹介したい仲間がいるので紹介します。この子ですかわいい、かわいい、ほんといつ見てもかわいい。この子は2歳の時から一緒にいます。北海道で出会いました。本当は紫の帽子とかかぶってて、もうちょっと綺麗だったんですけど、好きすぎてもういろいろなくなってたり、ちょっと汚れてたりします。衝撃の事実を教えます。この子はずっとアルパカだと思ってて、アルパカ大好きってみんなにも伝えてたんですよ。でもラマだったんですよ。この子とかもアルパカだと思って買ったんですけど、ラマで、あれアルパカじゃないなって思って、この子を買ってからこの子たちをアルパカだって勘違いしてて、もう衝撃の事実です。最近のビッグニュースみたいな本物のラマを1回でいいから見てみたいなって思います。こんな感じでこう並べたりして遊んだり、ね、ゆるっとした絵を描いてゆっくり過ごしています。そろそろ寝る時間に近づいてきました。いつも10時前には
寝ています。起きられなくなりがちなので。最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではおやすみなさい。